もうその辺でいいじゃないですか。私は妻を失ったばかりの身なのですよ。少しはかわいそうだと思わないのですか。さようで。分かっていますとも。ちゃんと金をかけた墓を作ってやります。行かれるんですか？ではお元気で。お出かけですか？はい。ところで兄様、昨日って一体何があったんですか？兄様帰ってきてから様子がおかしいみたいですけど。久しぶりですね。どうしました？私がどうかしたのかしら。こんにちは。一体神殿に何のようなのかしら。なんとなく想像がついたわ。では場所を変えましょう。オクタビア、リシアラ様、私がこれからこの者と出かけてきますので、少しの間失礼させていただきます。アスト、ええ、一体何を。大した話ではございませんわ。私は時折こんな風景を思い描いた時がある。それよりまずあなたの話を聞きましょうか。とりあえず面識はあるわ。
神殿の襲撃が行われた後くらいね、彼が私に近づいてきた。仲良くというのは知らないね。私には下船の者と親しくする趣味などないわ。正規手段は動かしていないわ。あくまで彼らに情報を教えてあげたと思ったけど、グズグズしているうちにゴルド人に逃げられていたかもしれないし、話を大きくしていたら気づかれていたかもしれないわ。でもあなたの言うことにも一理あるわね。私は少し考えが浅かったかもしれない。どうしてそう思うのかしら。なぜ内密にする必要を。私がそこまでその男をかばわなければならないのかしら。依頼？なぜ私がそんなことを。私がルフィーナを汚せとその男に命じたとでも。なぜ私がそこまでしてルフィーナの身を。純潔を汚すことは罪だ。そのような金をこの神に仕える身である私が犯すとでも。あなたはあんな裏切り者の言うことを信じるの？仮にあなたが信じていたとしても、その者の言葉にどれだけの信憑性があるのかしら。そう、私には関係のないことだわ、それは。私にそこまでの権限はない。どういうこと？別に確信を持っていたというわけではないのね。とぼければよかったわ。そうね。そこまでわかっているのなら話すべきかもしれない。一つ質問させてもらってもいいかしら。あなた、手紙はいつもどうしているの？手紙をルフィーナ宛にいつも届いていたはずでしょ？正確に言えば私ではないけれど、
いつも送っていたのは私の父だから。ずいぶんと驚いた顔をしているのね。やっぱり知らなかったよね、あなたたちはそのこと。何も言わないでおいて正解だったの。最初はね、途中からは書いてあったはずよ。読んでいなかったの。なかなか面白いことをするわね。そういう人だから。ねえ、おばにあたるの。似ていないかしらね、私たちは。ルフィと姉様は同じ人間かと見まがうくらいにそっくりだと思う。姉様のことをあなたは知っているのね。そうなるわね。もっともユリシア様とは血がかなり遠いけれど、深入りさせたくなかった。それにしてもあなたたち兄弟は意外だったわ。まさか二人ともここまでの力を持っているとは思わなかった。私はね、多分誰よりもルフィーナの力を信じていたわ。だってあの姉様の子供ですもの。そんな力を持っていても不思議じゃないわ。それにあなたもまさかここまで目覚ましい活躍を見せるだなんて思いもしなかったわ。これでもね、あなたたちが路頭に迷わないよう配慮したつもりだったの。あなたが騎士になれば生活には困らないでしょうから。私もあなたの立場だったら決して許しはしないでしょう。そうね、普段は国と神のことを考えているわ。そして己に課せられた使命のこと。私にいろいろと。その上、いざという時はすぐに処分できそうな利用しやすい人間だったから、一時的に手を結んだまま。明日、人間にはね、しがらみというものがある。人は常にそれを背負って生きている。少なくとも私はボルド軍を一刻も早く捕まえたかった。これ以上市民を恐怖に怯えさせないために。それにルフィーナを襲った者があの異端の徒だと後から知った時、どれだけ怒りで手が震えたことか。
ルフィーナは知らずにしてしがらみを背負っているわ。あの小さな体に神と王族の血を両方宿してくる。かわいそうな子、今となってはあの子を欲しがらない者など誰一人たりともこの国にいない。少し長く話しすぎたわね。私はそろそろ戻らなくてはいけない。まず、いつもルフィーナは父様からの手紙を読んでいるのかしら。そう、賢明ね。きっとその方がいい。私はできる限りのことをする。だからあなたも頑張りなさい。ルフィーナを失いたくないのだったら。ではね、私は神にあなた方のアーズでの勝利を祈願しているわ。頼もしいわね。見違えるよ。あなたの分を私は神に祈っている。